大さん、1年ぶりにね、遊びに来てくれました。ということでね、お友達いっぱい集まってくれたね。でも、今日ケンピー、なんで遊びに来てくれたか覚えてる？そうそう、これこれ、今日ね、8月1日にミッピーと阪急電車がコラボしたので、その記念にミッピーは今日遊びに来てくれたんですよ。ミッピーしっかり覚えてきてくれたね。ということで、今日のイベントも阪急のね、特別なイベントとなってありますので、こちらね、背景ももちろん阪急のね、イラストとなってありまして、あと皆さんにミッピーとのお写真を楽しんでもらえるようにフォトクロップスご用意してます。こちらね、皆様から見て右側のところにご用意してます。こちらも阪急のね、デザインとなってあります。こちら今お姉さん持ってます。阪急の駅の看板をねイメージしたね、フォトクロップスですね。あちらのアイテムもねご用意してありますよ。あともう一つがあちらの切符ですね。劇場さんミッキーのぬいぐるみが持ってる切符をねデザインしたフォトクロップスご用意してあります。こちらね、阪急コラボが登場した今回だけの特別なフォトクロップスとなってあります。あと通常のねグリーティングなイベントの時でも使っているフォトクロップスもね3種類クマちゃんとケーキがお花もねご用意してますので、ぜひぜひお気に入りのフォトクロップスと一緒にミッキーとのお写真楽しんでください。始めたいと思います。皆様、参加券お持ちの方ですね、右下のところにちょっと小さいんですけれども番号が書いてあります。そちらチェックしてください。まず1番から5番のお年寄りをお呼びいたします。4店舗頑張って回っていただいた方にねプレゼントしておりますのでね、ぜひぜひこちらもねスタンプラリーご参加していただければなと思います。こちらのスタンプ台紙はもちろんミッキースタイルでも配布しておりますし、のようです。あれ、ミッキーお友達とのお写真楽しかったね。でもね、お友達まだたくさんねいっぱいいるから、いつもの大丈夫、とってるけど可愛いポーズしてくれるかな。ありがとう。じゃあお姉さんが3、2、1って言うからのポーズしてね。考えてる考えてる。阪急電車やね。あ、これなんだろう、駅員さんのこっちよし、こっちよしみたいなのかな。あ、敬礼してる。いってらっしゃい、三宮まで。三宮なのかな。敬礼してます。もう本当にあの駅員さんっぽく敬礼してくれてます。あ、こっちにも敬礼。電車行ってらっしゃい、お帰りなさい。もう本当にね、今日特別なね、ポーズしてくれましたね。レッツゴー。 OK。 ということで、皆さんお写真しっかり撮れましたか？大丈夫ですかね。では、ミッフィーもね、ポーズ楽しんだので、この辺りで一回お家に帰ってご飯食べたいと思います。ミッフィーまた3時にも登場してくれますので、楽しみにしていてください。では、ミッフィーでした。皆さん拍手でお見送りしてください。バイバーイ。また3時に到着します。